さあ、ポケモン SV 能力値1位を集結させて作る最強の炎統一パーティーやっていきましょう。というわけでね、今回も数値を出していくわけですけど、こうしてみるとまあ悪くはないが、ちょっと体力が低いかな。そんな体力からどうぞ。石炭山くんでございます。はい、まあ体力が高くて火力もそんなになくて耐久もそこそこみたいな、まあバランスよく固めでちょっと火力に難がある、いわゆるダイマックスのシステムの恩恵がものすごく大きかったポケモンですね。はい、なので今回は体力も増やせないので、蒸気機関の発動タイミングってのがかなり限られてくるところあるんですが、意外と発動させればなんだかんだ圧になるとは思います。今回は S 極振りで、お届けいたします。はい、で道具の突撃直帰はこの後説明するあれやこれやで意外なあれやこれやをします。はい、では次、攻撃部門。はい、ブーちゃんですね。はい、実はね今回4歳とか順伝とか待たなかった場合、ブースターが2冠取ってたんですね。非常にやばかったです。はい、やばいとか言うなよな、ブーちゃんだって頑張ってんだぞということで、させそうな相手にまあ空元気ぶち込めれたら、ぶち込めれればまあ強い、うん、ガチグマほどの火力はないですが、根性空元気自体がまあまあ強いのでね、期待しましょう。はい、では次、防御部門。コータスくんでございます。ダブルならおなじみの神ですね。はい、ただシングルにおいてはちょっとあれなのですよ。今回技構成が何やらダブルっぽい感じがしますが、まあ後々説明します。はい、では次、特攻部門どうぞ。鉄の毒牙でございます。はい、まあ圧倒的な特殊ステータスでランクインということで、今回の炎統一技範囲が実は壊滅的でして、はい、まあ石炭山もコータスも似たような範囲で、ブーちゃんもお察しの通り、加えてバカ力を失っており、そんな中かなり広めの技を持っているのが毒牙ちゃんでございます。はい、それでもまあちょっと癖のある技が揃っているのでなかなかうまくいかないかもしれませんが、その辺はタスキでうまく立ち回ってほしいところですね。蝶の舞欲しいなと思う次第です。では特防部門いきましょう。どうぞ。ここで来たイーユイでございます。はい、なのでね、特殊面に関してはかなり強いやつが揃ってる。うん、まあ上半分紹介したのがやや地味めでしたけど、ここらで派手さを取り戻していきますね。スカーフなんですけど、控えめになったり臆病になったりします。まあ試合ごとに入れ替えてる可能性もあるので、まあその時その時の雰囲気で頑張ってください。はい、では最後どうぞ。素早さ、ファイアローですね。こうして見るとさ、剣盾からあんまり進歩がないんですよね今回。となるとパルデア環境ってめちゃくちゃやべえじゃないですか、ガラルより。はい、ってことは相対的に今回かなりやばい気がしますね。はい、でそのメンツの特徴からして明らかなんですが、今回はダブルバトルもやります。はい、でイーユイの技構成に噴煙があったのも石炭山の蒸気機関起動のためですね。なので岩炎で炎4分の1で噴煙を受けることができるので、たとえイーユイの火力であったとしても負担にならないんじゃないかという目論みでやっております。なのでコータスさんは今回サポートに回っていただいていますね。あいにくトリックルーム使いもおらず、相手に依存するとなるとね、コータスが見えてる時点でダブルではなかなかトリックルームを軽率に打ってくれません。それほどのポケモンなのですよ。はい、技構成はもはや噴火を打つことすら考えていません。あくまで手助けとか守って時間稼ぎ、あくびとか渋めに行きます。では案外硬派なメンバーが揃った炎統一やっていきましょう。どうぞ。対戦よろしくお願いします。こちらはいつもに比べてちょっとパワー足りてないって言ったんですけど、お相手はなんなら数が足りていない。地味に困るなこういうの。
ファイアロー行こうか。ファイアローブースター締めに、まあ毒牙かな、タスキ持ってますし安定した活躍が見込めます。でブーちゃん、これは無双の気配、ガブさえ気をつければいけるんじゃない。ただガブがものすごくきついですね。そう、今回のパーティーはな、地面きついよな。まあその日は割り切るしかないね。というか地面ドラゴンがきついんだわ。メザパ氷とかでもないとね。まあかといって、まあスマートに氷技ぶち込める連中がいるかっつったら、テラバ任せなんですよね。なんで、もういっそテラバ、なんなら地面タイプを捨てている今回。そう、男気。よろしくお願いします。というのも、テラスタルとか切ってまで、必死に地面とか対策したところで、それ勝ち筋が薄く伸びて浅くなる気がする。よってガブみたいなやつは諦めて、それ以外でリターンを強く取っていくのだ。あん？さてテラスタルを切ってもまあファイアローならね割と強く出れると思う。ここは暴風で攻めていきますよ。いくぜ！唯一ガブに対抗できるポケモン、勝てえ。これドラテきますかね。ですがここは押しておきたい。暴風で押して、というか手持ち4体だけどちゃんとしてんな。当てた、自覚ある。ここまで削れば十分。ドラゴンクローで襲いかかる。追い風。ここで倒すのが君の仕事じゃない。倒してもいいけど。ドラクロ、よく頑張ってくれた。さあオンステージだよ。毒ガチャのタスキは潰れちまった。だったらもう君に頼るしかない。オンステージだ。さあ君の実力を見せてくれ。まあとりあえず草を分けましょうか。追い風もあるのでこちらが絶対に上です。まあサメ肌とゴツメで超絶痛い気はしますが、もうこれは必要経費。さあどうだ。お、え、サメ肌でもない。どういうことでもファイアローの特化防風をあのダメージで抑えてるからサボってるわけではなさそうなんだけど、まあいいや。言うてここからブーちゃんが全て一撃で完全破壊していく、その光景さえ見れれば僕は十分満足さ。サティスファクション、いきます。ノーマルテラスでその火力はあのガチグマに匹敵しないほど。本業には劣りますが、ブイズとしての誇りは見せてみせる。ーなめんなよ。キラー、いくぜブーちゃん。ファイヤー、勝てえ。食べ残しか。ですがこれなら押し切れますよ。いきます。守るくん、毒のダメージがじわじわと増えてくる。たまったもんじゃない。ってことはこいつは願い事と守るを両方持っていますね。まあどっちにしろこの次はどついておかないと。まあつぶらな瞳で流してくるかなこの次は。で耐えてまた守るかどうか。いきます。言うてお前は受けきれてねえよこのブーちゃんの超火力を。ゲンガーに変えてくる可能性はありますかね。こいつはこんがりボディで炎を無効にします。地味に天敵です。困ったちゃん。ですがこちらはねステロ巻かれてるから安易な交代はできない。こやつやりよるな。でもさっきのガブちゃんがサメ肌でもゴツメでもないんだったらこいつは何なんだ。行くぜ行くぜ行くぜ、押し切る。よしブーちゃん偉いぞ。さあ最後のポケモンがどっちか。まあテラスタル前提ならジュナイパーはありえるか。
いや、普通に来た。かつてスターのゲームだ。つまり、今はスターじゃない。お呼びじゃないんだよ。さあ、ブースターの燃える闘魂フレアドライブでお前を一撃で葬ってみせる。確かにつぶらな瞳は食らっていますが、それでも根性補正が取れた程度よ。ゴーストテラスタルぶちかましていく。ですがそのゴーストの火力が今は活かせないぞ。はい、まだ足早いな、こいつ。この野郎、草分けたってのによ。これスカーフだったりしませんか？ブーちゃんの S のほどを知らないんですけどね。うん、ブーちゃんのちょっと元気が残ってない。いじめないで。ブーちゃんのあーあーってでもな、まあ、いじっぱりこの S だったらまあ正直あーですわ。ドッグガちゃんはどうだろうね。お前耐えられるか。お前の圧倒的な特殊ステータスならギリギリ耐えられるかって思ったけど、これ逆がきついよ。逆が落とせねえだろ。負けか。お、こっちの方が早い。ってことはブーちゃんの過失ですよ。これはあいつが遅すぎたんだ。特攻上昇、シャドーボール、これを耐えられるか。ゲンガーは耐久系、こっちはどうだ。特殊に関しては天下一品。さ、さすがよ、無事勝利を掴んでくれましたね。ありがとうござ。同速か。ちょっと待って、毒がそうだっけ。マジかよ、思わぬ思わぬ。毒があんま使わねえからマジびっくりしたんだけど。同速ですわ、チキショこれで勝ったと思うなよ。はい、というわけでダブルにも来たわけですけど、そう、今回のパーティーダブル行けなくもなくもなくもないんです。つまりどっちやねんと。無理です。はい、よろしくお願いしますあのね、ダブルバトルっていうのはね、まあお相手が見せてくれるかもしんねえ。そんな甘いもんじゃねえのよ。もうこうね、しっかり計算された戦術から織りなす技と技、ポケモンとポケモンのハーモニー。つまりなんとなくこの2体組み合わせられそうぐらいではボッコボコにされてしまいますが、まあでも運次第では逆にボコボコにできるのでね。はい、言うて魔境カジュアルダブルとはいえ、まあ勝ち筋ないわけじゃないです。期待はしたいですね。比較的今回のお相手はまだマシな方です。ヒードランとかいないしね。ヒードランマジきっついわ。テラスタルでね、地面透かしてくるかもしれないヒードランとか、もう無理無理オブ無理の無理ですからね。さあ、なかなか面倒なやつがいるな。ではでは、我々必殺のコンボをお見せしよう。噴煙、いやもうこれはもうマックスパワーでぶちのめす。もう猶予はない。そう、後手に回ったらやられる。だったら1ターン目から燃やしにかかる。そら、これが石炭山直帰の理由。いくらイーユイの特性プラス一致火力であったとしても、4分の1直帰なら耐えられるわけよ。ほう、チョコ材な。だがもう遅い。壁ゴリッパー、しかしぶちのめす。一番狙いたいやつは封じましたが、くらえ、ロンゲー貫通しろ。まあまあですかね。これ蒸気機関起動。さあ、この中の誰よりも速くなっちまった。うれ、いい火力。さあ、ここからはもうひたすら岩なだれと噴煙のダブルで襲いかかっていく。もう逃げ場はないぞ。岩なだれでひるみを引けるかもしれない。正直そこだより。なんだかんだオーロンギ君は仕事してますしね。レイスポストにどれだけ噴煙が入るか。なーにやっとるだお相手、やめてくれ。その術は俺に効く。水とかはマジでやめろよ。あ、フェアリーだ。でもこれ結局等倍は変わってないぜ。
ああ、なるほど、悪技を恐れたか。でもそうか、守るのせいで素早さ分かってないんだな、お相手。うれ、いいヒット、軽やかだね。噴煙マキシマムバーニングファイヤー、ロンゲ粉砕完了。レイスボスはまだ息をしている。昼め悪いこと言わないから、昼め、昼んで、昼みなさい。悪いこと考えてるですがね、ちょっと余裕ぶっこきすぎではあるかない、あるかない、あるかない。攻撃下がっちゃったか、こらきついわな。どうしましょうかね。下がったら下がったできついんだよな、この状況。アロー君、一旦下がろうか。まあそれだったら自信を打ってもよかったかもしんないんですけど、ひるみも込みだとね、美味しいのよ。できれば動きを止めてくれ。うれ、いい火力。シャドウ飛んできた、狙いはこちら。耐える、さすがっす、痛いっす。お、いいね狙い通りのいい結果を残してくれますね。では地震と暴風のコンボでレイスポーツを落とす。足りるかこれ。でもやらなきゃやられるね。いきます、守っている。まあそれはいいでしょう。さあこっちは防がれてしまいましたが、まあよし、地震4倍襲うぜ。うれ、勝てえなあいつ。なだれ、うお、いい火力してんね。無念でござるよ。一気に流れを取り返されましたか、これは。いいゆい、そして鉄の毒が、これはなかなか苦しい展開だよね。毒ガちゃん、ラスターカノンレイスボスで、いいゆいは悪の波動をあるかない、分けて撃つしかねえでしょ。行くぜ、まずは貴様を確実。勝って、あいつなんだあれ。うれ、オッケー、こっちは落ちた。あのウィンディ直帰かねえ。言うていいユイの火力止めやがったぜあいつ。ひるんでいる、遅れてくるぜ。そう、なだれも込みのひるみタイムってやつはよ。めんどくさいのがまた。これはどうしましょうか、怖いですね。濁流もあるんだよ。ラスターカノンをあるかない、でいいゆいちゃん、悪の波動はトリトド、もうぶっ放してけ、行くぜ。おお、トリトドンと同等の硬さ、やっぱウィンディは直帰か何かを持っていたに違いないぜ。さああとはなんとか波状攻撃で倒せるかありがてえ、ありがてえ。正直トリトドンはドクガちゃんの技範囲は何もできない部類だったからね。いくぜ、オッケー、炎のマイケル、運勝ちじゃないですかこれ。完全にもう第一の力、大丈夫、いいユイの特防を舐めてはいけない。いやー、なんだかんだ勝ちましたね。いやもうあれっすよ、さっきのところカットして、これはもう実力の勝利。そう、ポケモンバトルとは運も結構な要素を占めますから、運イコール実力。でもそれ言うと日頃の私の余裕がなくなるな。でも事実だとも思う。というわけで戻ってきたんですけど、こっちに、こっちの方が問題だよな。結局シングルの方がやべえよ。まあ意外と石炭山に頼らなきゃいけないみたいなバトル結構あるからよ。まあ要するに攻めましょう。でも不思議とね、なんだろう、何試合やっても無理な時は無理だろうなって、なんか逆に開き直れるね今回。
炎タイプのポケモン、こうしてみるとちょっとやっぱもうちょっと欲しいな、いろいろと。というか石炭山とブーちゃんはいつまで1位やってんですかね。剣盾の時も似たようなもんだった気がするし、これよろしくっす。塩絶対塩巻くんだよな、これ。塩っつうか岩巻くわしんどいわ、もうこの時点で。さて、これでもうタスキはなくなったものと考えていいでしょうね。うらよっと、この塩がまさかのアタッカーであることを祈りましょう。余裕を持ってなんか自己再生されそう感が尋常ではありません。攻めます。こうなったら昼見狙っていくか。向こうにも塩漬けするチャンスが欲しいだろう。いいダメージではあるんだが、案の定昼見狙ってけ。もうそれしかねえ。行くぜ。昼目、昼目、今日は昼見の日そう、昼間すれば勝てるんだから。はい、昼見。おおおおおお、これお相手はとっとこ、我が石炭山のリアルラックをとっとこなめ太郎では。自信、自信に自信です。あー、何よ何よ何よ。包み、うれ、ひどいことするね。ドロポンでもする機会だったらそこは軽飲みよ。来いよドロポン、冷や水でもいい、来いよ。それをカウンターで返して俺は勝利に一歩近づく。この体力でフリーズドライはないでしょ。もう打たれたら笑ってくれ俺のことを。で、蒸気機関で目に物見せてやるわ。予想外呼ぶ予想外だわ。だがどえらいことになったかもしれねえぞ。有効ターンは少ねえが、乗り切ってみせるぜこの状況。このよ、結局しんどいやつ出てきてんだよなこれ。うれ、まあまあ入ってはいますが、正直ダメージとしては浅いか。ですが上から殴る権利を得ています。ヒートスタンプ、石炭山のこの石炭の重み、その身で味わえ。いい火力、フンドロこぶし、威力150、さすがに耐えません。で、堤くんが弾を見せましたね。実は結構大きい。ここは毒牙で仕留めきりましょうか。で、イーユイくんに何とかしてもらおう。ただお相手はまだテラス太郎を切っていないところが怖い。鋼テラスもありそうですからね。ここは炎の前で押していきましょう。あー、早くない？こいつスカーフですか、もしかして。スカーフってことはこいつ命かけるタイプの方の猿だったのか。なるほど、もう猶予がなくなってしまったね。となると、まあ悪の波動でいいのかな。噴煙よりはですよね、波動。ほう、引っ込めた、技を切り替えたか。もう出番がない巨人王を生かし、ですがイーユイならこれ押し切れるのでは。あるでな、あるでな、あるでな。さあ堤出てこいよって思ったけど、先にこの世、この世よりは。でもちょっと待ってくれ、こいつ陽気か、俺控えめなんだわこれと思ったら控えめじゃなかったわ。セーフなんか助けられたわ、よかったよかった、これなら勝てるわ。ういよっと、もういろいろ調整してると自分の今の型がどこにあるのかわからなくなることってあるくない？特にこいつみたいな S ラインいじるタイプのポケモン。
だけど今回はどうやら私に微笑んだようだ。正直この辺はな、じゃんけんみたいなもんだからな。ゲームセットのアークの波動対戦ありがとうございました。お相手こちらのスカーフをカンパしての降参。